はい、ではまずはね、Firebase の導入からやっていこうと思います。まずは Firebase に登録していない人は Firebase に登録しましょう。Firebase の登録は、フラットな教科書のこのリンク先から行うことができます。僕はもう登録されているので、コンソール移動っていうのが出てますけど、まあ使ってみるのところを押したらそのまま登録になるんじゃないかなと思います。ちょっとアカウントをね、今回はこっちのアカウントにして、コンソール移動したら、いますかね。いますね。で、ここ僕がもうすでに作ってある、プロジェクトが出てしまっているんですけども、新しく作る際は、まあ、必ず1個目はね、このコンソール上から作んなきゃいけないみたいなので、まず登録ができたらプロジェクトを作成しましょう。で、プロジェクトを追加を選択して、チャット、コンブ、まあ何でもいいんですけど、まあ名前をつけてあげて、続行を押します。よいしょ。そうしましたら、このまま続行で OK です。で、アカウント選択はデフォルトアカウントは Firebase で OK です。これでプロジェクトを作成すると、このように出てきて、ちょっとしばらく待つと、プロジェクトが作られますと。しばしお待ちください。はい、これでですね、プロジェクトが作られました。で、ここまで来たら、次は、フラッターのプロジェクトを作りましょう。フラッターのプロジェクトは、VS コードを開いていただいて、これは一回閉じますかね。閉じて、VS コードを開いて、またね、Shift コマンド P で押して、New プロジェクトのアプリケーションで、今回は、どこだ、まあ、ディベロップの中でいいですかね。ここにチャットアプリを作ることにしましょう。これで OK です。この形でチャットアプリができました。ターミナルでの操作をしていくことになります。Firebase CLI と Flutter Fire CLI というものを使って、今回は、Firebase の接続作業っていうのを行っていきたいと思います。Firebase の接続作業がですね、かなり面倒くさいんですけども、ゆっくりとやっていければいいかなと思います。はい、まずは Firebase CLI の導入からやっていきます。CLI の導入のために、まずノードの環境っていうのを入れる必要があるんですけども、まあ、そのためにノードバージョンマネージャーっていうのをインストールしています。で、Mac の方はこれを打ってもらうだけで基本的にはできるかと思います。で、Windows の方とかはここのページに遷移していただいて、ここに導入のためのね、それぞれのやり方が書かれていますので、ここを参考にしてやってみてください。で、僕はね、もう導入が済んでいるので、NPM が実行できるという状態で進めていきたいと思います。最終的に NPM、これが実行できる環境になりましたら、npm install-g firebase-tools と入力してターミナルで実行すると、Firebase の CLI っていうのが使えるようになります。で、ここまですでにウォッチしては、Firebase のログインからやってみましょう。Firebase ログイン。僕は一回ログアウトしなきゃいけない気がしますけど、Firebase のログアウトからやりますか。すると、ま、ログアウトされて、Firebase ログインしてみると、これは Yes で OK ですね。で、今回このアカウントを使います。許可しましょう。これでログインができるようになりました。で、もうログインできていると思います。ちょっと見にくいですね。こういう感じでログインできております。ログインできましたらですね、また戻って、Firebase のログインができましたので、Flutter Fire CLI。これは Firebase の CLI とはまたちょっと別物ですね。これを導入していきます。導入の仕方は詳しくはこちらに載っているようなので、何か環境を買った場合はここを見てください。それですね、基本的にはこの Dart Pub Global Activate Flutter Fire アンダーバー CLI を実行するだけで OK です。
これを実行すると、CLI が使えるようになります。他はもう実行できているので、これは実行されたものとして説明を進めます。フラッターファイヤーコンフィギュアを次は打ちます。これをターミナルで実行することによって、ファイヤーベースとのプロジェクトと自分のフラッターのプロジェクトを紐付ける、関連付けるっていうところをやってくれるようになりました。これは非常に便利なのでね、使っていただければと思います。そうしましたら、ここにフラッターファイヤーコンフィギュアと打ってみましょう。そうするとね、ログインしている Firebase のプロジェクト一覧が出てきますので、こういうふうに矢印キーでね、選択が可能ですので、今回はチャットコンブを選択します。で、ここで Enter を押してあげてください。で、今回対応するのは Android だけにしたいと思うので、これ今全部にチェック入ってますけど、スペースキーを押すとね、チェックが外せるので、チェックを外して Android だけが選択された状態で Enter キーと。これでいろんな関連ファイルが作成されています。これはですね、何を聞かれているかというと、まあ、グレードルファイルとかをアップデートするか、Do you want to continue? はいはい。これは Yes で OK ので、このモメンターを押してください。これで、作られたはずです。で、Firebase Core などを入れてくれということなので、それを入れましょう。それを入れるためには、フラッターパブアド、Firebase Core というのを呼んであげる必要があります。これを実行してあげて、しばらく待ちましょう。これでパッケージが導入されました。するとね、もう一回これを打ってみますか。これ打つ必要あるのかな。まあ打ってみましょうか。できれば環境が変わったタイミングでフラッターファイヤーコンフィギュアは打った方がいいと聞くんですけども、これはまあ一回でもいいかもしれないですね。はい。大丈夫みたいです。で、初期化処理を書いていきましょう。ここに書かれているようなことですね。まずはこのメイン関数を非同期関数に変更してしまいます。ここで await を使いたいからですね。async にしました。でその上で、初期化のためには、これ。これを実行しなければいけないんですけども、これはですね、先ほどインストールした Firebase Core をインポートしてあげてください。OK です。で、この初期化処理を呼ぶためには、事前に Widgets Flat Binding NCI Initialize というのを呼んでおく必要があるので、これも追加してあげましょう。これで初期化処理が完了するはずです。実際これ何も問題なければエラーなくビルドできて起動するはずなので、それを一旦試してみましょう。じゃあ一旦 Android エミュレーターを立ち上げてもらって、どこだ?いました。Android エミュレーターが立ち上がった状態にしてください。この状態で F5 を押せばビルドがかかるはずです。はい、ビルドができたみたいです。特にエラーも何も出てないので、これで、Firebase との一旦の接続は完了しているように見えます。Firebase の初期化が完了しましたので、次は、認証の方をやっていきたいと思います。Google サインインでの認証をやっていくんですけども、まあ、なんでその Google サインインの認証が必要かっていう話を最初にしますと、